皆さん、おはようございます。行政書士の古川光です。いやー、だいぶ涼しくなってきましたね。まあ一般的には寒いっていうのかもしれないですけど。まあ午前中の作業や、ズームのミーティングも終わったんで、それからちょっと昼ご飯を食べて、で、次から一軒ね、お客様の訪問があるんで、行きたいと思います。今日も引き続き最高の一日を。というわけで、お昼ご飯も食べ終わったんで、これからお客様とのお知らせに向かいます。はい、というわけで、昼ご飯も食べ終わりましたんで、これからお客様との打ち合わせに向かいます。まあ、池袋なんですけど、まあ、今まであんまり池袋って行く機会なかったんだけど、最近は機会が増えて週 1,2 回ペースで池袋に行きます。まあ、それはどうでもいい状況なんですけど、そんなわけで引き続き最後の一日を行っていきます。はい、というわけで最近終わりまして、今池袋ですけど、ただいま18時ですね。18時半からもう一軒ズームでのアテンドがあるので、急いで移動したいと思います。間に合うかな、まあ、間に合わなかったら最悪車の中で行くかな。内容次第ですけど、まあ、今回の内容は特にライトなやつなので、まあ、最悪 iPhone でもね、ズームができちゃうから、何やろうな、かなり iPhone ズームですかね。まあ、今だけで引き続きね、やっていきたいと思います。行ってきます。ギリギリセーフです。なんとか間に合いましたね。ただ今18時25分、あと5分後にズームミーティング始まるので、やっていきたいと思います。行ってきます。